こんにちは、シーバードです。今回はボグナーのアンプシミュレーターのご紹介です。左側こちらですね、ご存知ズームの MS50G ですね。140種類のエフェクトが入っておりまして、ボグナーのアンプシミュレーターも入っております。そしてこちら AMT の B1 アナログのボグナーのアンプシミュレーターになっております。こっちの、ね、MS50G はデジタル、そしてこちらがアナログと。でこの MS50G の方はですね、エクスタシー、ボグナーのエクスタシーのアンプシミュレーターなんですけれども、こちらはですねシャープチャンネルのアンプシミュレーターになるんですけれども、まあボグナーということで、今回はこのデジタルとアナログの違いをお聞きいただけたらなと思います。このね MS50G に関してはもう僕の動画でたくさん出てるんですけれども、かなり質のいいですねエフェクトが揃っております。でこの B1 なんですけれども、アウトが2つあって、こちらの上の方がキャビシミと書いております。そしてこちらが通常のアウト、上の方はですねアンプのリターンなんかに挿して本当にキャビシミュレーターとして使用する、もしくはライン録音の時に使う方で、通常のエフェクターのように使用する場合はこちらのアウトを使用します。今回はライン録音になるので上の方を挿していきます。